マジ？でてめえだけそんなわがまま言ってんのこの野郎ってやってたな、わちゃんよ。切ねえ鉄を。この場をお借りしてありがとうございます。スマイリー寺西さん、スマイリー菊池さん、スマイリースマイリー寺西さん、ハハハマジこの野郎ってね、今さら取るやん支払い。さっけこれ。コーティングされてる濃度と口の中に広がる食感は全くの別物。ないだろ、知らないだろ。おーい。一回も見た一問持ってかねえ。これになってやったんだろ。やったんだろね、やらに。田中さんね。お前会社違うし関係ねえだろ。事件が発生しました。寺西が転職12回目にして、お前明日から出る、明日から出るんだけど、ほんと昔の話。派遣会社に登録することですよ。派遣派遣4社ぐらい、どれがいいですかって来たのよ。派遣人生始まりました。転職の成功方法をもういいんだけど、タイムセールの話なんて、何歳の時にいくらあって、どんな行動をして、レッツゴー、ワンズキーハヘーフ、サラ金地獄からの解放、やってはいけない債務整理の仕方、簡易裁判所は達成か、ラックチャンネルのドメインの中の待ち席でいいからね、ちょっといや俺たちも忘れないんじゃないけど置いて欲しかったっていうのがコンセプトなんだよ。はくつけたことやボコボコにされてね、この中間に行かれたんです、すぐが足りねえとか物が足んねえ、ダンのリストマンみたいな感じになりやがって、またこれに対しても食べきってすげえじゃん。どうしたらもう来たよこれ、誰が積んでくれんだよここや。俺びっくりしないよ、だってやってたのはちゃんと。あざしてるにしてございます。本日もよろしくお願いします。といったんばいでね、私本日11月28日月曜日、時刻の方がもう12時前ですね、23時50分近く、これにて本年度の仕事納めという形になりました。ありがとうございます、おめでとうございます。それでですね、ちょっと編集する時間なんかも当然ないんで、この後まあやればいいんですけど、でも年内バッバッバッて出すにはもうこのまま垂れ流ししかないと思ってますんでね、初の垂れ流し動画になってしまいますが、一つねご了承くださいと。ちょっと喋りにくいんでこれも先に言わせてください。あのツイッターのねフォロワーさんでボルボちゃんっていう方がいましてね、ボルボ4443、ポロッとなんかステッカーとか可愛かったりしてたから、それ俺も欲しいなって言ったらね、もう全然あげますよっていうことでね、あのいただいちゃいまして、ちょっとツイッターの方で返すのもあれだったんで、この動画でね、お返しさせてもらいたいなと。あボルボちゃんありがとうございました。あのいいものをいただいて、でステッカーの方もいただきましたからね、またあのいろいろコテコテやっていきたいと思いますんで、少々お待ちくださいということで、で僕の方ももう全然ねお金がないのはもう言わなくても分かると思うんですけど、一応またちょっと作れましたんでね、これあの年内は届きませんけど、ボルボちゃんあの来年お送りしますんでね、待っててくださいって言った名前でね、ちょっと撮らせていただきますね。はい、耳引っかかっちゃう。いやー今年は本当にもう激動の年になりましたね。あのバタバタするのは皆さん一緒だと思います。やっぱりこういうコロナっていうこともありましてね、仕事が急遽なくなっちゃった方とかね、それに対してこう順応するように、仕事をもっともっとしなくちゃいけないっていう風になった方とかね、なんかいろんなドラスティックなことがあったと思われるんですよね。で僕がやってた業界、僕がやってる業界はたまたまなんですけど、もう本当に逆に物量が多くなってっていう感じでですね、毎年、まあ、この時期なんかは特にやっぱ忙しいんですけど、それに輪をかけるかのようにやっぱ忙しかったのも確かですね。でもまあありがたいかなと思うんですよね、やっぱりね、世の中見てると、ね、もっと困ってる方なんかいっぱいいる中でね、自分はきちんと働けてるんだっていう部分もあったり、ね、そう仕事がやっぱりあるっていうことに対してこう今までは思わなかったことがねまた思えたりとかね、いろんな気持ちの変化がやっぱり今年は荒れて、なんか人間的にも少しだけ成長したような気もしますね。あとやっぱりなんて言ったってこの2ヶ月間ですよね、まあ、10月18日ぐらいから動画の投稿再投稿し始めたんですかね。でまあね、皆さんももうご存知かと思われますけど、定山放送哲夫さんにね
広がれるような形でね、まあ、飛躍的にこう登録者さんの方も伸びることがあってってね、でその後こう、まあ、皆さんに見ていただいて拡散していただいてっていう部分が、ね、あったことはご存知かと思われますが、これもちょっとね、せっかくもうこれで年をね終えるあれですから言っときたいなっていう話なんですけどね、実を言うともうあの時に僕ねまた一回やめるじゃないですけどドローンするつもりだったんですよ。それこそ去年の5月、今年じゃなくて去年の5月にね、調べたら出てくると思いますけどね、最初にロビの運転道中記とかっていうのでねやり始めたんですよ。で20本ぐらい出して全然なんか自分も面白くないし、なんか面白くなかったんですよね。で登録者さんにもなんか悪いなっていう気がしたりとかでね、畳んじゃったんですよね。で畳んでじっくりいろいろ考えながら、じっくりいろいろやりながらね、結局今年の5月からスマイリー寺西っていう形で、またやらせてもらったっていう次第で、で何本か出して登録者さんの方が180人ぐらいね、いていただいて、だけどまあ全然動画の方もね、更新頻度というかやっぱり仕事が忙しかったりっていう部分があって、まあ、止まっちゃって、で10月からちょっとまたやるかっていうね、10月にだからストックをしてったわけじゃないですけど、バーッともう9月中旬ぐらいからずっと作り始めたんですよね。で、まあ周りが連続投稿みたいな感じでやってるから、やっぱりそういう形の方がねいいのかなとか、いろんなことがやっぱありましたよ。で試してみてこうやっていく中で、まあ出し切ったと、簡単に言うともやり切った、10月バーッと上げて、ああもう気持ちよかった、ああこれでまだねダメなら、ちょっとまたしばらくね、来年まで、来年っていうかまあわかんない、時期はわかんないけど、とりあえず YouTube というものはもう考えないにしようとかってね諦めたんじゃないですけどね。で最後の動画を投稿して、あれすっきりした気持ちで、でまたてっちゃんの動画見て感動して、あーなんかいい最後になったなみたいな、実を言うと書き込みだったのあれはね。感動したのは確かなんだよ、本当に感動したけど、でももうそれと同時に自分はもうこれで一回またやめようっていう、そういうね時だったんですよね。ほんでてちゃんに書き込みしたらすごいタイムリーだったじゃない。いやーもうってね、しばらくやめようどころか、いやいやいややらんと頑張らんとっていうね、鼓舞されるようなこう気持ちにしてもらいましてね。だから本当にドラスティックな改革になったなってね、自分自身が。でね、その中でもまたヒゲちゃんがね、すげえ嬉しい、覚えてますよ、新しく覚えてます、すごい嬉しい書き込みがあったんですよね。全然ね YouTuber としても先輩で、で登録者さんも持ってて、なのにもかかわらずその書いてあるコメントっていうのはね、まあまあまあすごいコメントでしたよね。嫉妬すら覚えたと、なんてすごい人だってね。いや嬉しかったですよね、やっぱ年下の方だし、そのね YouTuber 歴も先輩なのにもかかわらず、何のそういう自分の恥ずかしい部分なんかもこう取っ払って、自分はこう思ったっていうのをパンって言える人、僕がそうだからやっぱすぐ同じタイプっていうので、うわ嬉しいって、僕もだから自分が知らないことなんかガンガン知りたいって思うし、尊敬できるのが年下だろうが年上だろうが何にも関係なく、うわってもうすぐこうリスペクトしちゃう、まあ、騙されやすい部分はだからあるんだけど、すぐリスペクトしちゃうっていう部分が自分があるだけに、それを逆にされるってことが今までなかったから、あやっぱり同じような人っているんじゃん、世の中って広いじゃんってね、いかに自分が井の中の蛙ね、大会を知れっていう部分でいたんだなってのがやっぱりね、とどめを刺されたようなあれだったんですよね。だからヒゲちゃん、まあその後にね、ビルダーなんかもそうだけど、あ兄貴すごいですわってね、って、いやこの人たち、だってそれ他の人たちに見られたらようわからんけど、情けない、なんだよ情けねえなお前、そんなことすんなよって普通はだって思われるような時代だったりに生きてきてたわけだから、いや本当だからヒゲちゃんが言うことを書いてくれて伝えてくれたっていうのはやっぱり僕としては本当に嬉しかったりね。ねえ、それでお父ちゃん伊藤さんだってね、みんなでやってこうやって、そんなねえもったいないことしないで、いや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 協力するよ、僕だってねえテラちゃん好きになったよってね、やっぱ言ってもらえたりとかね。だから YouTuber さんの方で本当にてっちゃんから始まって、伊藤さんね、ひげちゃん、それからロクちゃんね、でカスタムビルダーユニックミネルっていうね、
あの方がもうこうバッともその場にいてくれたっていうのがね、運なのかね、本当にだからもう素晴らしい出会いをね、今年はこのまあわずか2ヶ月くらいでしたけどね、すごく内容の濃い出会いの仕方ができて、まあ直接会ってこそいませんけどね、本当にだから、あ、人生ってこうやって楽しくなるんだっていうのを感じた年になりましたね。で同時にやっぱり僕がリスナー時代にね、あのジーコとかマサトラちゃんを応援してたんですよね、自分がプレイヤーになるがに、ね、なる前に、あ、そういうね、ジーコちゃんとかマサトラちゃんなんかこう応援してたリスナー側だった人間が自分がプレイヤー側になったら、やっぱりこうかん、ね、やっぱり感動を与えられる同士になったり共感し合えたりとかね、そういうようなこう混じり方もできたんでね、本当に今回嬉しかったなってやっぱ思ってますしね、うん、それこそね、来年にかけてになっちゃうかもしれないけどね、マイマイとかね、まあ、あの、千葉県の方っていうんでね、マイマイだったり、その都市坊だったりね、ゆうまるだったり、あとはもう、志チャンネルの森さんであったり、ね、影虎ちゃんだったりね、本当にね、こう、なんだろう、作ったようなぐらいじゃなくてね、たまたまここにいたっていうのをこう、ツイッターで見て、みたいな、おるやんって、俺もいるよみたいな感じで、本当のだからグラがね、できたらすげえ素敵だなってね、思いますんでね。まあ、それこそやっぱり電話とか DM なんかでね、この日こうするからっていうのもまあ大事かもしんないけど、やっぱ本当のグラってのは僕そうだと思うんで、たまたまのね、スライドするかのように、たまたまの出会いの中でね、混じり合えたら、またお互いのな、ファン層というかそのリスナー層の中でも嬉しがっていただけるんじゃないのかな、楽しがっていただけるんじゃないかなってね、やっぱ思ったりするんで、本当に今年もそうだし来年もそうだしね、やっていきたいことやりたいことね、笑いたいこと盛りだくさんでね、すごいありがたい年になりましたよ。人間としてなんかいろいろ成長できたなっていうふうに思います。でやっぱりね、いつも動画の中でも言ってますけど、本当にツイッターの方でどうしてもなんか毎日遊んじゃってるの、お前そんな遊んじゃってんだったら動画作れよっていうね、多分レベルで遊んじゃってるんだよね。だからなるべくやっぱりツイッターの方でこうフォローしてもらえればすぐフォローバックしますんでね、これを見て、じゃあ俺も遊ぶ遊ぶってね、おいおいでっていう感じなんで、そんな感じでちょっとねツイッターの方も登録してもらえればなっていうふうに思います。またツイッターのやっぱフォロワーさんでもね、いや本当に最高に最強に楽しかったですね。いやそれこそもう固有名詞出しちゃうとね、サリューだったりヒッキーだったりね、あとまあチキナンだったり泉さんだったり林さん、亀尾さんに小松さんに、あと安人にねって言って、まあ男性も他持っていますよ、言えば言うほどもういっぱいもうすぐ出てきちゃうね、女性の方だってゆうちゃんだったりね、のんちゃんだったり、めぐママさんだったりね、ママちゃんだったりふきこさんだったり、もういっぱい出てきちゃう。だからまあそれ全員言えないけど、本当になんだろう、もう YouTube のリスナーさんっていう感じじゃないんだよね。いや違うな、もう Twitter はもう全然違う、あんなのもう本当に第一次第二次ベビーブーム、ちょっともうやろうやろうやろうって、この箱の中でさ、おしきらまんじゅうしようぜみたいな、そんな感じでやってるよね。だからありがたい年になりましたね。で同時に本当に応援もしてもらえてるのもちゃんと分かってますね。それこそ山ちゃんなんてもう極上、山ちゃんとチキナンは超極上のギャグを言ってくるからね、もう見た瞬間にでもすぐ笑っちゃうんだけどね、いつも爆笑って書いちゃうんだけど、いやーやっぱセンスのいいね、もう僕のこのねちっちゃい心臓をもうツン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 してくるような方がねいっぱいいてますんで、もうやっぱそこら辺のギャグになってくると僕行き過ぎとか全然思わないんでね、もうやっぱギャグって言われると、その昭和のギャグってなるともう完全にド M の、もう僕はまあ、どんなボケでも拾いますけど、ちょっとド M な方なツッコミの仕方になっちゃうんですよね。ガーとか言ってるような感じでいながら、もうなんかあもっとやってじゃないけどね、なんて言うとまたすごいこと書かれちゃうだろうから、山ちゃんがすごいこと書くだろうからもうやめてよ本当に。まあね、そんな感じで、今年は本当に楽しかったです。ありがとうございましたね。だからまあこういう形で今日仕事納めっていう風になりましてね、この動画もね、水曜日には出せるといいな、火曜日、明日ちょっとだから編集はしないで、ノー編集で当然出しますけど、
まあ、水曜日に出せればなっていうふうに思ってますんでね。で、最後に、まあ、ちょっと時間帯は言えないんですけどね、31日ですか、YouTube ライブ最後にやってね、という形にしたいなと思ってますんでね。ちょっと作った曲の方だってね、どんな反響なのかってわかんないし、ね、この段階じゃ。まあそれをね、また弾いたりすることができればな、なんてのを思ってますんでね。またご参加いただける方は来ていただけたら嬉しいなとは思っております。はい。つれづれ大変じゃないよ。本当にね、長くなっちゃうんでね、言いたいことはもっといっぱいありますけど、とにもかくにも本当に本年度、皆様、ありがとうございました。もう楽しかった。本当に楽しかったよ、人生。こんなに楽しかったのが本当に初めてだったから、楽しかった。喋れば喋るだけキリがなくなっちゃうから、キリよくしますけど、ね、こんな寺西でしたけど、ね、来年からは時間が作れると思いますしね、頭痛の方だって、もう2月になったらもうさーっとなくなったりしますんでね。いや、いろんなところでこう、隙間がいっぱい出てくると思いますんで、で、相変わらず話したいことはもう本当に10年分ありますからね。話したいこと10年分あるから。だから、まあ、どんどんね、攻めの姿勢とね、受けのない姿勢でやっていければな、というふうに思っております。はい。じゃあ、まあ、あとは波の方、波っていう方から、そのね、ネットの方でね、ツイッターだったりっていうことで、いろいろちょこちょこやってますんでね、最終最後まで。この後ね、まだお仕事が、12月末までね、31日まである方たちも本当にご安全にお願いします。ね、もう同業の方なんか特に本当に気をつけてほしいですしね、頑張ってほしいなと。もう今年最後にあと何日かでね、怪我とかね、事故とか、本当ないような、形で年を締めくくってもらいたいなっていうふうに思っておりますんで、お互い一緒に頑張りましょう。応援してます。ね、また来年もよろしくお願いしますといった塩梅で、このまま流しちゃいますからね、もう何にも編集しないからね、もうところどころこうでかくなって神の声があってとかってないからね。はい。じゃあちょっと待って、もう12時回っちゃったから帰りますんでね。はい、じゃあ皆さん、良いお年を。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。